スっていうバンド名があるので、あの、まあ、ドール人形ですね、あの女の子らしい、まあ、少女というか少女、まあ、少女なんですけど、少女です、はい、イメージですね、イメージとしてですけど少女なんですけど、そういう可愛らしい、まあ、ドールっていう部分はそのパッケージ的なその見た目とか衣装だったりっていうところではそういう意識もしつつ、でも楽曲はあくまでこの5人のこのケミストリーというか、5人が合わさることでできるガチャリックスピンでもライトブリンガーでもないものっていうものを曲に関してはすごく重視して作ってきたよね、はい、うん、アルバムを通したテーマっていうのではなくて、とにかくもうファーストアルバムなので初めましてのご挨拶になるような、とにかく5人のいいとこ全部のせみたいな感じのアルバムというのがまあ最初のテーマみたいな感じですかね。結構この合体がそのメタルをやるんじゃないかって思われがちなんですけど、あくまでもメタルをやろうとしてこの5人が集まってるわけではないので、バチャリックスピン、ライトブリンガーがの木が合体して何が生まれるんだろうっていう、そのドキドキ感、ワクワク感 その集合がもうそのアルバムに詰まった感じになってます。やっぱ自分たちでもどうなるか分かんないような、もう結構そう自分たち もう手探りというか、もう完成形が見えないというか、もちろんいいものができるだろうっていうことは確信しつつも、えこれ私歌えるみたいなのがあったりとかまあ歌えたんですけどでもそういう意味ではそのドールズボックスでいろんなことに挑戦している部分はあります。ガチャリックスピンでやってないこと、フッキーがライトブリンガーでやってないことをやっているので、そういう意味で本当になんか新しいものが生まれたんじゃないかなと思います、はいはい。Take My Chance という曲があるんですが、サビで、私、オレオ、ハナ、3人が歌ってるんですけど、その私が歌ってる上の旋律と2人が歌ってる下の旋律がメロディーが全然違うんですね。同じ縦のラインで発音するところは歌詞の発音を同じにしてるんですね。なんで上の歌詞と下の歌詞が全然違うんですけど、そこを一緒にしてるという、あの本名座でいうところのジャミの法要の、あのオマージュというか、そのリスペクトもあるんですが、そこはちょっと聞いてほしいなというところがあります。はい、ちょっとピンポイントなんですが、あとは、なんだかんだで全員の声が入ってるんですね。あのこう叫ぶところだったりデスボイスだったり、はい、でそれぞれこの3人のボーカルだったりで全員の声が入ってるんで、このこれ誰の声なんだろうみたいなのをちょっと楽しんで聞き分けてもらうのもいいかなと思います。はい